14日、日本時間、WBA= 世界ボクシング協会が、現スーパーバンタム Q4 団体統一王者、井上尚弥に9月25日までの指名防衛戦を行うよう指令を出したと海外メディア ESPN 記者、サルバドール・ロドリゲス氏が報じた。入札は7月14日までに行わなければならず。 次の相手は WBA1 位で元 WBA&IBF 王者のムロジョン・アフマダリエフ、29イコールウズベキスタンの可能性が高くなる。井上は5月、WBC 同級1位類スネリに KO 勝利。直後、来場していた現 IBF&WBO1 位サム・グッドマンがリングに上がり挨拶。井上は、 9月頃にグッドマンと防衛戦をできるよう交渉すると宣言していたしかしその後グッドマンは自国興行の都合で対戦自体は合意しつつも試合を12月へ伸ばすことを希望このため9月興行では井上は WBO2 位の TJ ドヘニーとの対戦が濃厚とされていたしかし今回の WBA 指令で対戦相手には影響が出そうだ 司令防衛戦は行えなければ通常ベルトを返上剥奪されるが従うなら9月興行では1位のアフマダリエフとの防衛戦となるファンの間ではドヘニー戦よりも2元団体王者のアフマダリエフと見たいという声もあったアフマダリエフは S バンタム級でフルトンと並ぶ2強として井上との対戦が望まれていたが昨年4月マーロンタパレスに敗北し陥落していた